噛みついてでも止めるんだ。せいちゃん、できなければそれも僕がやるだけのことだ。明石にもう味方を頼るつもりがないんやとしたら、相手の動きを見てから動く反射では余地を超えることはできん。アウト・オブ・バウンズ、クロボール。どうやっても今の俺じゃこれ以上のプレイはできない。そこに見えてる新しい扉がどうしても開けられない。どうすりゃいいんだ、どうすりゃ。鏡くん、諦めませんか。一度鏡くんだけで戦うことです。もし今そうだったら僕も一緒に背負わせてくれませんか。違う、そうじゃねえだろ。開かない状況でやれることをやるしかねえんだ。やろうぜ二人で。頼むぜ黒子鏡。いけ。決められたら終わりだ。キロコ、カガミ。ダブルチームではないのか。なぜお前が僕より早く僕の行く先にいる。クロコは今カガミだけを見ていた。それによってカガミの動きを予知した証に追いついた。敵には使えない仲間の未来を見る黒子だけのエンペラー愛。やったー。よし、ターンオーバーだと。この僕がロールでタイガのスピードが緩んだ一瞬に追いついた。みんなの思いを背負ってんだ。せいちゃんが。クロコは驚くべきことをやっているのだよ。鏡とクロコだからこそできたエンペラー愛破り。だから初めてじゃないかな、赤チン。高校どころか。初めて見んな、あんな証は。動揺イコール雑念だ。決めたで。脆い選手だったのか。その多大な精神的ダメージがもたらしたチームの不協和音。メンバーチェンジだ。あかん。ちょっと待ってください。僕は誰だ。僕は誰だ。お前は俺の弱さだ。母の残してくれた拠り所。抵抗バスケ部の練習はハードだが苦ではなかった。そして果たした全中2連覇。ある時からチームは勝利至上主義へと傾いていく。俺は最も強くあらねばならなかった。彼らとバスケを続けるために。君は誰ですか。かけがえのないもの。それ以外に方法を知らなかった。勝つことのみを求め、それ以外を切り捨て。俺たちの罪は決して消えはしないだろう。出してくれって証。さっきまでヨレヨレだったじゃねえか。それについては悪いと思っている。すまない、もう一度力を貸してほしい。セイリンに勝つために。久しぶりだね、クロコ。試合中にあんなに気持ちよくシュート打てたのなんて初めてだわ。
なんか今のパスで分かっちゃったっす。しまった、なんてパスだ。このスピードでこのまま。この違和感は何？これだけの戦士なら他の奇跡の世代の方がずっと脅威を感じる。一見明石がアシストして決めてるようだが、それだけじゃない。ゾーン、限られた天才しか入れないはずだ。それができるのは五将の彼らだからこそよ。俺でも精霊がかわいそうになるね。悲惨すぎてよ。まだだ、鏡届かねえ。鏡くん抜きでは勝ち目はない。タイムアウトももう使えない。くそ、まだだ。止められなくてもいい。全員限界が近い。あまりに差がありすぎる。ダメだ。ほらモッチ、お前も応援しろって。ったく見てらんねえぜ。応援ってのはしみじみ元気出るな。はい。あるとすれば大ちゃんが言ってたゾーンを超えたゾーン。少なくとも俺はビクともさせられなかった。鏡も息は吹き返したが、ゾーンに入るほど戻ってはいない。なんだこの得体の知れない圧力は。嫌な予感はあったんだ。予想外じゃねえんだよ。なぜ俺は捨てちまったんだからよ。ゾーンの速さはチームプレーなんて。そうなれば3点差、射程圏内だ。3点差に詰め寄る勢いに乗りたかった場面で7点差、あと40秒。残り27秒。ディフェンス！何やあれは。こんな時こそクレバーにてしろ。落山が慌てて攻めてくることはない。シュートは必ず打ってくる。理屈以上に帝王のプライドがそうさせるはずだ。決まる、間違いなく。けど見本は嫌というほど見せてもらった。楽しんでこうぜ。これが最後のプレーだ。なんか泣きそうだ。それともパス？バスケをやっていてよかった。いや、お前たちの勝ちだ。次こそ勝つのは俺たちだ。またやりましょう。そう、何度でも。バカ、何言ってんだよ鏡。清先輩の見送り、いくら本人が見送りいいっつったからって。本当に来ないとはな。来て欲しかったのかよ。待ってるぜ。すげえ試合だったよ。鳥肌もんだった。黒子、俺決めたよ。来年はお前たちとやる。はい、楽しみにしてます。背でも蹴っ飛ばせば気分も晴れるって。今ひどいこと言ったな。分かるようになったのか、ラヌキ言葉。全然雰囲気っすよ。しゃあねえ、勉強すっか。兄貴には一歩及ばなかったが、来年こそ超えてやる。俺は大坪先輩みてえに甘くねえぞ。覚悟しとけよ。伸びしろのある 1,2 年はまだいるし、新1年にも期待できる。なんでいるの？いや、いるわ。卒業まだじゃろうが。大学って
勉強しないと入れないんじゃないの。見てたって暇なだけだろうが。あ？やるっつってんだよ。しかしいいんかね、負けたのに練習しなくて。なのにいいのかな。結局あの人出なかったけど。新学期入って新入部員来たらまたやるわよ。うちだけのんびりしてたらすぐ差がついちゃうわ。さあ練習始めるわよ。早く。あれ、どこ行ったんだ。いましたか。うっ、お前だから。練習行くぞ。あ、はい。